かぬか。坊ちゃんも、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら。女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様。おっと、四代目。あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ！てめえも！僕だよ！俺を甘く見やがって！死ね！どけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国道クルスタケルの名は俺が名乗るべきなだ。銃数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。あ？踊りはこっちじゃ。岩見さん。兄貴。頭！ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使うぜ兄貴。
兄貴立て！この死に損ないが！お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。今見た。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。もう思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、弱みの坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。冗談だ。
すがい女とか火を殺せ撃ち殺せなぎぼくすです。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。くそ。よくも桐生の兄貴を。おじさん。